はい、こんにちは、シャスカです。今回はですね、学習障害なんかに負けない方法ということで DVD 教材をご紹介したいと思います。私も学習塾を長年やっていたんですけれども、実際学習障害っていうふうにですね、学校の方からレッテルを貼られてしまう子どもっていうのは残念なんですけど、結構いました。で、実際に私が接してきた中で本当にそうだと思う子も、ゼロではなかったんですね。どんな子がいたかっていうとですね、一番厳しかったのは中学校1年生の男の子で、正しく発音できないんですよ。英語じゃなくて日本語が。なので例えば理科で酸素ってありますよね。酸素と二酸化炭素の酸素です。でその酸素っていうのがしっかり発音できない子がいたんですよ。酸素っていうんです。で酸素っていうだけじゃなくて、実際テストにも酸素って書くんですね。なのでその子はですね、5教科500点満点でですね、50点ぐらいしか取れなかったです。500点満点で50点。しかもその50点っていうのはほとんど記号で、あっていうのをもうとにかくたくさん書く子だったんですね。で、そういう子はさすがに学習障害って言っても仕方がないかなっていうぐらい、ちょっとやっぱ勉強面はかなり厳しい子だったんですけど、そういう子もいます。なんですけど、どっちかっていうとですね、今お話ししたような子供っていうのは学習障害っていうふうにレッテルを貼られる子の中では相当少数で、実際はもっと普通の子、例えば500点満点で200点とか、ぐらいは取れてるんだけど学習障害っていうふうにレッテルを貼られる子も正直最近増えてます。なのでお父さんお母さんたちの心配っていうのがすごく強いんですね。私たち塾の講師からすると、仮にこれその子が誰かから学習障害って言われたかもしれないけれども、我々からすると普通なんですよ。つまりやればできる子なんです。なんですけど、もう一回そういう学習障害っていう言葉がついてレッテルが貼られてしまってるばっかりに、お父さんお母さんがすごく心配して、本人もですね、僕はもう学習障害なんだみたいな感じで落ち込んで、できるものもできなくなってるっていうのがあるんですね。なので正直学習障害って言ってもすごく程度があって、最初に私がお話ししたようなその酸素っていうのを酸素としか言えない子っていうのは正直相当厳しいんですけど、そうじゃないもっと普通のその500点満点で200点とかぐらいは取れる子でも下手すると学習障害じゃないか、つまりその周りの子たちよりも発達が遅いっていうことでレッテルを貼られる子っていうのは、はっきり言うと克服できます。できるんです。普通にごくごく普通にやればできる状態になりますし、実際やればできます。なのでもしですね、そのお父さんお母さんがですね、誰かからその学校の先生なり、他のその医療機関なりにですね、あなたのお子さんは学習障害もしくは学習障害の恐れがありますと言われてもですね、過度に怖がらずに、まして不安や心配にならずにですね、しっかりとその現実を見て克服、親子で克服していかれると、必ずお勉強はできるようになります。で、どうしてもですね、お子さんっていうのはその特別な存在なので、なんで我が子がっていうことですごくご心配されると思うんですけど、実際学習塾で仕事をしてると、そういうふうに言われてしまった子って決して珍しくないし、塾に通ってる間に克服ちゃんとしてお勉強もできるようになりますから、まずは安心していただきたいと。じゃあ具体的にどういうふうな心がけで、どういうふうに子どもに接していけばお勉強がやればできる子に戻るのかっていうことでですね、実際、私と同じように学習塾の経営者がですね、その学習障害に関しての専門教材っていうのを出してますので、もしその方法が知りたいということであればですね、この動画の下に紹介ページへの URL がありますので、クリックして内容を確認していただければというふうに思います。はい、今回は学習障害なんかに負けない方法という教材をご紹介させていただきました。
今回の動画をご視聴くださりありがとうございます。あなたのコーチ、白塚慎太郎でした。